はい、下げすぎな元新潟人の飲酒動画です。今回は、オリオンビールと、アサヒのスーパードライね。もうね、飲み比べをしていきたいと思います。まずスーパードライですね。スーパードライ生ビール。アルコール度数が 5.5% ですね。5%。原材料が爆発ホップと米とコーンとスターチ。です。こちら、オリオンビール、の名護工場製造と書いてあります。アルコール度数 5%。原材料が爆発ホップと米とコーンとスターチ。全く同じですね。並び順も変わらないですね。この原材料の爆発ホップ、米、コーン、スターチ。全く一緒です。そしてこちら、アサヒと書いてありますので、アサヒの一応会社ということなんですが、どう違うか。ね。まあ、若干何かしら違うとは思うんですが、俺も未だに飲み比べたことないんで、何が違うのかなと。原材料も、まあ、若干違うんでしょうけどね。さすが、原材料も一緒ってことはないでしょう。まあ、何らかの配合としては多分違うはずなんですけど。ちなみにカロリー、エネルギー、栄養成分表示を 100ml あたりのところを見ますと、エネルギーが、スーパードライの方が42kcalなのに対し、オリオンビールが 41kcal。そして、タンパク質がアサヒスーパードライが 0.2 から 0.4g となっているところが、オリオンビールは 0.2 から 0.5g。そして、糖質もですね、アサヒスーパードライが 3.0g なのに対して、オリオンビールが 3.4g となっております。あとは変わりないですね。あとは、基本的には同じみたいですが、カロリーが若干オリオンビールの方が少ないということで、で、さらにオリオンビールの方が糖質が高いと。それでは、まずはオリオンビール。で、スーパードライ。あ、オリオンビール、オリオンビールよりスーパードライの方が酸味が強いですね。うん。うん。酸味が強い。酸味かな？ちょっと酸っぱいですね。スーパードライの方が、どっちかっていうと、ちょっと酸っぱい。ような、味かな。ちょっとだけ酸味が強い。最近ね、東京はね、やけにね、涼しくて、やけにね、しかも、雨が降ると。多分、東京は梅雨の時に、全然雨降らなかったんですよ。で、だからその分がこっちに回ってきたんじゃないかなと。なんだ。お盆あたりからね、13日あたりからやけに涼しくって、26度ぐらいなんですよね。スーパードライのが若干酸っぱい。
なんていうかな、スーパードライの方が味が、風味が強い。オリオンビールの方が、ちょっとまろやかですね。うん。全体的に味の起伏がなくて、まろやかな感じ。個人的にオリオンビールの方が美味しい。個人的にはオリオンビールの方がうまいですね。沖縄生まれの爽やか生ビール。ね。沖縄。どっちかっていうとまろやか。まあ、両方美味しいんだけど、ね、両方美味しいんだけど、まあ。ちょっと、アサヒスーパードライはちょっと、味の、味がシャープ。結構酸味が割と突き刺さってくる感じで、ビギッと、くるタイプですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。